ファー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 とことんやるファー始まりました。さあ始まったのはいいんですが、ファー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 全然どういうことかわからないんですけど、とことんやるファ、はい、今宮崎でとことん盛り上がっているものといえば、え、野球のキャンプ。そう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 、プロ野球キャンプ。中でも節目を迎えた球団があるんですよ。なるほど、はい、ソフトバンクホークスですね。そう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 なんですよ。20周年を迎えたホークスのキャンプにちょっと潜入してきてもらいたいな。はい、潜入、はい。今回はオカファーが3つの指令にチャレンジ。柳田選手や今宮選手など普段お目にかかれないスター選手の素顔を狙います。さらに、これ全てアポはございません。もうとにかく行ってやるしかない。なるほど。全てはオカファーの運と県民愛に託された。頑張れオカファー。さあ、ソフトバンクホークスが春季キャンプを行っています生き目の森運動公園にあるアイビースタジアムに到着しました。ご覧ください。今日は火曜日の今朝9時30分ぐらいなんですけど、結構人がいますね。さあ、この3つのミッションクリアできるかちょっと不安ですけども、とことん頑張っていきたいと思います。行ってきます。それでは行こう。指令1、柳田選手の練習を接近リポートせよ。さあ、スタンドに来ました。ここからかなりやっぱり近い距離で今宮選手など名だたるスター選手を見ることができます。いやー、これは野球好きにはたまらないですね。柳田選手来ました。スーパースター柳田選手、大きいですね、やっぱり近くで見ると。この後おそらくティーバッティングに入るんじゃないでしょうか。いよいよその時ですね。すごいですね、やっぱ素人が見ても分かるぐらいすごい打球ですよね、こういう。うわー、柵越え連発してますよ。やっぱり私が高校球児だった頃も柳田選手のこの鋭い打球に憧れて真似をしてみようと思ったんですよ。でもやっぱりできないんですよ。それだけやっぱプロの選手ってすごいレベルでずっとやってるんだなっていうのをもう体感しました。でその選手たちをここアイビースタジアムでこの距離で見ることができる、これもう最高です。とここでオカファーが仕掛ける。いきたいと思います。柳田選手の気を引くためメッセージボードで猛アピール。すると柳田選手近づいてきました。見てほしい、見てほしい。最後のチャンスかもしれない。これが最後のチャンスか。柳田さん、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 はい、頑張ってください。ありがとうございます。会話ができました。見てくれました。これは嬉しい。もう今日帰ってもいいかもしれないですわざわざスタンドの方を見てくれて、で足を止めてくださってありがとうございますと一言いただきました。さらにその直後、ミスターホーキンス、ミスターホーキンス、 How do you feel like living in 宮崎? How's 宮崎? I love it. Oh, you love it? It is amazing. In what way?Culture, the people, the fans, people like oh, you. Oh, thank you. Like me? Like y'all, everybody. Oh, man, thank you. It's amazing. I appreciate it. Absolutely. Have a good one. Good English. Oh, thank you. God bless you. You too. ホーキンス選手、会話できました。宮崎めっちゃ好きとおっしゃってました。いやー、そしてあなたのような素晴らしい人がいっぱいいるよ宮崎にはというふうに話してました。キャンプめちゃくちゃ楽しいですね。ということで指令1はなんとかクリア。続いては指令2、一軍投手のサインボールをゲットせよ。どちらから来られましたか？福岡から。福岡、おお、福岡のどちらですか？太宰府です。太宰府から宮崎まで、はい、
宮崎キャンプってどう？楽しい。楽しい。どんなところが楽しい？サインもらうところとか。サイン今日もらえた？はい、お、あ、いっぱいもらったね。いっぱいもらいました。え、待って。誰？これが高橋礼と大関と選手、甲斐の選手と、あと田上選手、田上選手、投手です。こうやっていっぱいもらうのはどうすればいい？コツとか教えてもらえる？お願いしますとか言ったらもう。え、お願いしますって？礼儀正しく。礼儀正しく。礼儀正しくしっかりお願いしますって言ってもらうね。おはようございます。おはようございます。Hello. Hi. Hello. Oh, no Japanese. Hello. Yeah. Hey. How are you doing? Good. Speak English? Yeah, I speak English. What it says over here? Can you give me your sign here? Oh, okay. Thank you. Yeah. How do you feel like living in Miyazaki right now? Oh, sorry. I like it. Wow. What's your favorite food? Especially in Miyazaki? Steak. Steak, okay. Miyazaki. Thank you. Have a good one. God bless you.いただきました。いやー、いただきました。54番。英語が生かされたね。生かされましたけど、何選手かがちょっとわからないでした。多分新外国人の選手なので、大変申し訳ない、名前を言えなかったのが申し訳ないな。おはようございます。おはようございます。斉藤コーチ、 UMK のオカファーと申します。 UMK 宮崎。UMK です。はい、ありがとうございます。いいですか、カメラの宮崎の方々に向かって一言お願いします。一言、はい、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。20周年です。見事サインボールもゲットし、指令にもクリア。最後は球界屈指の名手、今宮選手のインタビュー。しかし、よかばんに確保された時間などもちろんない。そこでオカファーがある行動に。こちらがソフトバンクホークス広報の水上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水上さん、なんとしても今宮選手にインタビューをさせていただきたいなと思うんですが。今宮選手は正直選手会長で、やっぱりあの他のメディアさんからも取材が多いので、ちょっと厳しいかなと思うんですけど。そうですか。どうしてもお話聞きたいので。わかりました。じゃあちょっと交渉していきます。ありがとうございます。お願いします。さあ、ということで、特別にグラウンドに入れてもらえることに。もう昼ご飯を選手たちが食べ終わったそうなので、運が良ければ来てくれるかもしれない。来てくれない可能性もある。来てくれない可能性もある。と、その時。こんにちは。忙しいところすいません。はい、テレビ宮崎のオカファーと申します。はい、どうも。福岡ソフトバンクホークス選手会長の今宮健太選手です。よろしくお願いします。今宮選手、はい、今回20周年、宮崎キャンプが20周年ということで、福岡ソフトバンクホークスのキャンプ潜入取材させてもらってました。はい、でスタンドから見させてもらってたんですけど、はい、気づいてらっしゃいました。めちゃめちゃ気づきます。え、本当ですか？本当ですか？はい、めちゃめちゃ気づきました。テレビで見てる子供たち、多分野球大好きな野球少年もいると思うんですけど、はい、趣味の極意なんてお聞きですできますかね。極意ですか。はい、まあでも元々僕もめちゃめちゃ下手だったんで、はい、プロ入ってもそんなに全然まともに練習ができる方ではなかったので、もう本当に練習ですね。練習量、とりあえずノックを受けて、もうヘトヘトになるまでノックを受けて感覚をつかんで、やっと今に至るっていうところなので、もっともっと上手くなりたい、その欲、今プロ野球やってもらいたいなと思います。はい、そしてですね、はい、本当に申し訳ないんですけども、今日のグローブを私持ってきていまして、一球受けさせていただいてもよろしいでしょうか。すいません、 ありがとうございます。いいですか、お願いします。おほー、ごめんなさい、キャッチボール私やってました、やったんですけど、キャッチボールが一番苦手なんですよ。いいね、ありがとうございます。あ、おお、やっぱ外野手ですね。外野です。おお、あ、外野手です。外野ですか。ありがとうございます。いやいやいや、すいません、あ、
ありがとうございます。いやーこんな機会ないです本当に。ありがとうございます。外野です。取り方も外野手ですね。あ、わかりましたか。ありがとうございます。今後も応援してます。あ、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました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 。いやー、感無量ですね。キャッチボールまでさせていただいて、ダメ元でお願いしたんですけど、いやー、生きててよかったという感じです。はい。さあ、今回のとことんやるファーは、ホークスキャンプに潜入ということだったんですけども、3つのミッション、見事クリアできました。いやーよかった。やっぱり選手の皆さんが本当に優しくて、ファンサービスもすごく良かったので、私も非常に楽しかったですし嬉しかったです。これでよりホークスが好きになりました。さあ、私のように野球が好きな方もそうでない方も、ここでグルメを楽しんだり、あとは選手からサインをもらったり、ゲームをしたりと、いろいろと楽しめる要素があります。ぜひ来年のキャンプ、ここ宮崎に足を運んでください。そして4月8日土曜日にはファイト九州で、ソフトバンクホークスのキャンプ、ごめんなさい、ソフトバンクホークスの公式戦もあります。ですから皆さん、これからもホークスを応援して3年ぶりの優勝、期待を込めましょう。以上、とことんやるファーでした。そして後ろにいるのは、おお、武田選手が、びっくりした。こんにちは。こんにちは。乱入させていただきます。あれ、さっきまで投げてませんでした。投げてました。はい、そのために来ました。そうだったんですか。はい、全然知らなかった。びっくりした。はい、野球やってたんですよね。やってました。ですよね、高校まで。はい、はい、なんか野球関係のプロの仕事に関わりたかったっていうのが書いてた。いやー、本当にもう夢のようですね。はい、今ちょっといろいろググらせてもらいました。本当ですか。ありがとうございます。ぜひね、宮崎を盛り上げて、はいはい、もらいたいので、はい、ちょっとガンガンよろしくお願いします。はい、はい、そして武田投手を見て、またテレビの前の子供たちが野球、プロ野球を目指していただければなと思います。武田投手、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。そんな福岡ソフトバンクホークスが九州に元気を届けるファイト九州デーが4月8日に開催。なんと、入場した方全員にオリジナルユニフォームをプレゼント。外野席ではお得な価格で応援団の熱気を味わいながら試合を楽しめます。詳しい情報はファイト九州ホームページをチェック。こんにちは、福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐です。宮崎キャンプ20周年の今年、宮崎から日本一奪回に向けて頑張っていますので、応援よろしくお願いします。4月8日の試合も見に来てくださいね。そしてロッカさんも楽しい番組作り頑張ってください。ちょっと先生、いや、すごいありがたいメッセージです。めちゃくちゃありがたいですけど、ロッカさん、ちょっと先生、ロッカさん宛てのメッセージじゃないですか。以上、とことんやるファーでした。これで終わり。クイズを出したいと思います。森福、正解。